の送信に対する態度はやっぱりアスファンドの言った通りだったな。送信に全然興味がないどころか、アーカー社はそれを知る必要がないと判断したとまで言ってたぜ。スメールシティに入ってからずっと情報を探してきたけど、なんだか得られる情報がますますネガティブになってきたな。まさかスメールシティを丸ごと探しても。ねえ、もしかしてクラクサナリデビ様に興味があるの？お前は？あなたたちスメールシティに来たばかりの外国人みたいね。クラクサ、あ、ごめんね、自己紹介を忘れてたわ。私はドニアザード。え、本当か？ってことは彼女に。そんなこと私にはできないわよ。でもさっき、もちろん。じゃあ話すわよ。昔々ある人が最悪の災いが自分に降りかかるという予言を、彼は恐怖に怯えながら宗神様に助けを求めようとした。宗神様が彼は砂漠を渡り、雨林を歩き回り、様々な試練を乗り越えたんだけど、彼は、はあ、神はきっと私を見捨てたんだって絶望して深く。それで？そしてついに男は最悪に見舞われたけれど、そして一羽の鳥が彼の肩に舞い降りた。それは宗神様の化身で神を探すものよ。理解できたか？我らは道の草花に、輝く太陽の光に、捕らえられぬ風の中にいる。ありがとう。その話を聞いたらなんだか気分がすっきりしたぜ。どうやらこの物語も宗神様の。ドニアザード、お前がクラクサナリデビの崇拝者なら。もちろん。そういえば知ってる？あ、その悪いけど用事があるから先に行くわ。また今度話しましょう。おい、待てよ、どうしたんだ？人を探してるみたいだな。ドニアザードがあんなに慌ててたらダメだぞ。せっかくクラクサナリデビに関する、とりあえずあいつらの注意を。おい、そこの二人、茶色い髪に紫の上着と水色のロングスカートを履いた若い女の子を見なかったか？手にバンデージもつけてるやつか？そう、彼女だ。どっちへ行ったか見たか？見たぞ、そっちに行った。さあ追え。あいつらの注意をそらせたぞ。早くドニアザードをさっ